続いてのカーマニアは慶応義塾大学自動車部の小野さんです。小野さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。もうね、自動車部のキャプテンですよ、小野さん。愛車、こちらですか。はい、こちらの96年式のホンダのインテグラタイプ R です、はい、DC2 で、はい、これいつから乗ってるんですか。これは、おととしの12月に他の大学の先輩の方から言っていただいて、うん、それから自分で今乗ってます。これは高かったでしょ。そうですね、結構学生の懐事情だと結構いくらだったんですか。90万で。あ、はい、でもまあ安いですね、はい、いや相場からしたら安い、ね、安いですね、はい、今相場ってどれぐらいなんですか。もう百何十万とかがもう結構もう主流なので、程度がいいのでだって250とか300だよ。はい、もうどんどん上がっちゃってるんで。そう、ね、はい、そう。小野さん、でもあれですね、これすごい綺麗ですね、はい、程度がいい。もうこれ先輩って自動車部の先輩ですか。はい、はい、自動車部の先輩で、はい、あ、やっぱり自動車部ってね、なんか中でこの車が動くから、ね、はい、そうですね、適正価格というかね、はい、うん、ちょっといやセールスポイント教えてください。はい、前がこうキャンバーフロントキャンバーがついててこうジムカーナするときにこうコーナーでこう、まあ、安定性増したり、こう、うん、早くコーナー曲がれるように、うん、フロントだけちょっとキャンバーが何度かついています、うん、はい。中はドン柄だ。だからドン柄でロールバー入ってます、うん、もうこのまま競技車両じゃん。はい、もう、ね、まんま本当にこのままで。もう一個セールスポイントがあって、うんうん、エアコンがないです。みんなそうなんだ。走り屋はエアコンなし、はい、あ、夏どうしてるの。窓を開けてタオルとともにあ、そう。でももう日本の夏は暑いからな。暑いです。辛いでしょ。辛いです。足回りは車庫帳入ってて、うん、あのオーリンズっていう車庫帳が、うん、今入ってます。向かわない用のが。リアウィングついてるもん。はい、これだってジムカーナーのスピードだといらないでしょ。多分いらないです。かっこいいから。あ、かっこいいからね。まあかっこいいよね、リアウィングあった方がね。これってかっこいいじゃない。うん、悪くない。ありがとうございます。どうですかこれ、あのそれこそ自動車部以外の仲間とかね、はい、ガールフレンドはどんな評判ですか。本当に待ち合わせとかでこう、うん、友達と車で迎えに行くなんて話をしてて、うん、多分みんな本当にコンパクトカーとか、 なんかミニバンとかで来るのだと思ってたら、うん、こんなのでやってくるんで、うん、本当に興味を持たれるかドン引きされるかのどっちかですね。でもかっこそれはかっこいいよね。潔いもんね。二人乗りだもんだって、うん、確かに今もう主流はさ、K のワンボックスカーがね、はい、シート取っちゃうんだから、うん、本当だよ ね。これって助手席は燃費は、燃費はこう落ち着いて運転していれば、うんうん、リッター12キロぐらい。あ、まあ普通ですね。だから VTEC を効かせなければ早くですか。早くです、はいはい、VTEC を効かせさえしなければ、うん、燃費は伸びますよ、うん、効かすとうーんってなるから、うん、リッター8とか。なるほど、はい、じゃあ街ではもうゆっくり走ってるんだ。はい、でも、うん、楽しめば楽しんだ分だけ、うん、お金も飛んでいくって感じです。なるほど。まあ、だってサーキットなんかしたらリッター4とか5ですよ。ああ、そうだよね、はい、まあ、違うもんね、うん、いやだけど、うん、内装なんかみんなハイであるもん、室内の、はい、防音材、うん、うるさい。うるさいです。ちょっとエンジンかけて。振動ものに来るもん、はい、普通は断熱材が貼ってあるの。そうですよね、床に。これ逆にあれでしょ、夏はさらに暑いんじゃないの。暑い暑い。だってマフラー下通ってますから。どうぞ。なんかさ、はい、あの知らない人は、はい、暴走族と間違えられない。やっぱりこう街中走ってて、うん、こうやっぱこういう車乗ってるんで、まあ、目立っちゃうんで、うん、やっぱこう、まあ、いつも以上に交通安全は意識して乗ってます。でも知らない人はさ、はい、このなんかね、音でね、うん、レースに出てる車とさ、うん、これなんか暴走族のさ、こういうのもね、全然意味が違って捉えられちゃうじゃない、うん、そういうことでなんか誤解を受けたことってあるんですか。はい、そうですね、1回だけあの道走ってたらあの白バイに止められちゃったことがあって、うん、それはあの結局ウイングをあとはみ出してないかの、まあ、検査だったんですけど、やっぱりこうそういうことがあってから、やっぱりこう、まあ、どんな人にもこう、まあ、注目、あ、いい意味でも悪い意味でも注目を集める、まあ、車だってのを、まあ、改めて認識したので、うん、はい、このリアウィングで止められたの。
はい、これで止められたんですけど、まあ、結局、まあ、見てもいただいて大丈夫で、うん、それは白バイの人ってマキジャケとか持ってんの？そうです、その時こうすごくこう確かめられて、だって目で見て分かるじゃん、ボディより入ってるんじゃない？そうなんですけどね、はい、いやでも綺麗にして乗ってるよこれねえ、うん、いや本当にそう思った、これだってこのまま競技に出れるもん、うん、ジムカーナ、うんうん、これでは出てないのと、競技試合には出てないんですけれども、うん、練習、はい、練習に。で小野さんはじゃあこの車の前は何乗ってたの？はい、前はあのスバルの WRX に乗ってました。おー、いいじゃない、全然いいじゃん、はい、そっちの方が高いじゃん、ね、あ、それ売ってこれにしたんだ、はい、はあ、将来何になるんですか？うん、はい、今4年生で、うん、あの春からあの損害保険の会社にあの行くことになってるんですけれども、やっぱりこう自動車に関わるようになって、こういろんなこう自動車の世界を見渡してみると、まあ今時こうまあコネクテッドつながる車とか、あるいはこう自動運転とか、まあいろいろまあ車のまあ多様性がまあ広がる中で、こうまあリスクもまあそれでやっぱりいろいろ自動車の社会にとってはいろいろ増えてくると思うので、まあそういうところにこうまあ自動車部でまあ培った経験をまあ生かしながら貢献、社会に貢献していく仕事がしたいと思います。心先生は高いですね。ありがとうございます。これ末永く乗るつもりなんですか、それとも自動車部やめたら今度後輩にまたね、はい、売る気なんですか？やっぱりもともと好きな車なので、うん、まあ、長く乗りたいってところもあるんですけど、うん、まあ、自分も先輩から譲ってもらって、うん、まあ、練習して上手くなってってところをやっぱ考えると、うん、まあ、これからどんどん後輩に乗ってもらって、うん、またどんどん成長していってもらいたいなと思ってます。なるほど、これも後輩に売る可能性が高い。はい、今おいくらで募集中です。もうまだいない。まだいないんですけど、高く売っちゃったら300万ぐらい。それだとさ、それだと後輩から一生言われるじゃん。一生ね。だから小野君は買った値段で売るしかできない、はい、そうなんだね。そう、まあでもいいよね。はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。